ウクライナのゼレンスキー大統領は隣国のモルドバを訪れヨーロッパ各国の首脳らとともに結束をアピールしましたゼレンスキー大統領は1日ヨーロッパ政治共同体の第2回首脳会合に参加し防空システムなどのさらなる支援や EU と NATO への早期加盟を訴えました会合にはロシアやベラルーシを除くヨーロッパ各国から およそ50人の首脳が集まりました。開催地のモルドバはウクライナに隣接し、領土の一部を親ロシア派に支配されています。会合は両国に対するヨーロッパの結束を示すとともに、ロシアの孤立化をアピールした形です。